はい、はい、戻ってこれました。あのツンです。よし、あ、やっぱりあのまだ25日なんですけどね、ちょっと深夜の残業やろうかなと思ってきました。よし、あ、やっぱりね、あのみんな上げてましたね、動画ね。やっぱすぐみが多いですけど、ちょっとこの週末でね、IP アドレスネットワークの分なんだこれ、なんか変なあれだったね今。何につながったんだ、何か。で、とりあえず上半身まで今できてますんで、この、まあ、いわゆる普通のストフリっすよ、ね。でもこの肩のところがちょっと違う。あと、まあ、アニメじゃないの、この、あれがついてるのか。ね、アニメじゃん。プラバンさんがアニメじゃない役割やってたから、小さいかコルクがあるから、あのコルクで後でアニメじゃないってもうコーダーでやった方がいいかもしれないね。え、まあいいや。そうすると単位作りながら方面もやるねえかなってことだし、まあいろいろそういうところにこだわっていきながら続けていこうかなと思いますよ。ねえ、そして出た、とりあえずすぐみを今日中に終わらせたいです。サクサクッとサクサクッとね、あれも独量、なんていうの、ダブルゼータも最後まで見ました。ノイズしっかり見ました。ようやく最近になって、あのGレコを見てから、やっぱりその、敵の分裂とか、敵のその、音形、音、なんていうの、敵のこの、派閥の違いみたいなのを意識するようになって、で、ようやくこう、最近このネオジオン、ネオジオンじゃないや、ネオジオンとアクシスの違いみたいな、そういうのを踏まえてもう一回見てみたら、いや、やっぱめちゃくちゃ面白かったですね。最後はちゃんと勝ってました。で、あのビーナもしっかり出てて、ね、死んでなかったオチみたいなのがあって、そのところまで忘れてたんですけど、まあいいや。はい、作っていきましょうね。いきます。アニメじゃない、アニメじゃない、アニメじゃない、下塗りたいな。下、これが柵まで吹いて、ね。できれば足までぶった切りたいですね、明日ね。アニメじゃない。アニメ上だ。はい。はい。ということで、進めていきましょう。で、この、あれっすね。ストフリが、IT ストフリが出てる、この、なんだっけ、シードフリーダムの、サブスク解禁というか、アマプラ解禁が6月かららしいので、もう一度それでね、ながらいろいろ考えていきたいなというか、今年まずネットフリックスの新しいガンダムとかね、来ます
これはでも水星の続編というかを期待してるんですけどね。G の続編です。連結が今回1個のパーティーっていうのがちょっと特徴的かもですね。よく見ないと分かっちゃう。さすがにね、みんな今日挙げてる理由はすぐにレビューしてくれる。すぐにタワーという配信系っていうのが大事でみんなで撮りたくなっちゃう。これはインターネットでね、ここはメディカルデトックスとかしてサプリの日ではあるけど、編集もアップロードもこっちでやらないですよ。ただひたすらに作るだけ。おお、潔いね。後ろのいや、まあ、一体パーツのみだ。ライフリーがね、曜日で延長しちゃったら合わせて切ろうかな。いい感じだとね、ライフリー。おっ、やべえ、飛んだっけ。よしと、こういう差しパーツみたいな、手のここのパーツとか差し赤パーツがね、肉厚になってて、それがかっこいいですね。そんなにパッと見てで前の1G とそんなに、まあ、だいぶ違うんですかね、やっぱり細く見えるかな。
この肉厚、パーツの肉厚具合はもう圧倒的に違う。ここマスキングだろうな。マスキポイント。RG だったら色変わってたと思う。こっちは変わってんのね。前振りはここ色変えてる。前振りはここ一体なんですね。買ったガンプラの中で一番並んでたんじゃないかな。で、今からサプレイもたくさん出てくるんじゃないですか、これはね。オラザクシードボムもありますしね、今年は。レードも出るだろうか。あのマスターグレード EX を使ってこっちが出るかな。かっこいいだろうな。これ腰までできました。よいしょ。こういうふうにリフォルムをして、マイナスモード系は 4mm でリフォルムをして、パーテーションライン系は 0.15 でリフォルムをして、印象がまあエジプトシャンゴールドなんだ。これあれが入る系か、うん、よし。
完璧ですよ。うれしい。ここで踏んで回ってくるから。仮組みだけやっちゃいたいね。例の5と7と4。延長するとしたらまた同じ感じだね。延長の度合いになって、これを4ミリで延長したドライフリーで、このコースは僕こいつが延長した方がいいんじゃないかな。ね、せっかくだった。延長の方向だね。そうすると全員延長するんですかね。あれも。ね。イモータルジャスティスとかあの辺も全部延長していきましょうか。なんでこれ坂をちょっと変えて、ここで延長だな、この延長するな。
でもこれはここの人も結構決定だね。注意していきましょう。まあ足は4ミリ延長しましょう。
最高だと。おお、まだ25分やってんじゃん。